皆さんこんにちは。今週も始まりましたワクワクキッズ、七田光です。この番組では光先生と呼んでください。さて、今週のテーマは約束を守ることの大切さです。あの人なら大丈夫とか、あの人の言うことなら間違いない、まあ、そういうふうにね、信頼される人、信用される人っていう人がいますよね。そういう人はですね、必ず約束を守る人なんですね。約束を守るとは、例えば時間を守ること、また、ダメと言われたことはしない、また買ったもののお金をちゃんと払うとかね、じゃあここにいついつ来ますって言ったら必ず来るとかね、まあ、そういうことを、ちゃんと言ったことを、実行できる人、これが、信用のある人。信用のある人になるためには、しっかり約束を守るということをしていかなくてはなりません。誰かとの約束と以外、そういうもの以外にですね、社会のルールというのもあります。赤信号の時は横断歩道を渡らないとかね、それから、車を運転する人であれば、決められたスピードをオーバーしないとかね、まあ、そういったことを、皆さんがしっかり守っていかないと安全に暮らしていけないわけなんですよね。家の中でもそうです。家の中で、まあ、毎日ね、当たり前のようにお母さんご飯作ってくれたり、お父さんこれが必要なんだけどって言ったらね、お父さんが買ってきてくれたり、そういうふうに、するのはね、決して当たり前じゃないんですよ。皆さんが生まれた時にお父さんお母さんとても喜んで、あなたのことをしっかり育てるからねってあなたにお父さんとお母さんが約束をしてくれたんです。そしてお父さんお母さんはしっかりそれを守ってあなた方を育ててくれていると、そういうこともあるわけですよね。その約束というのを一人一人が守らなくなってしまったらどうなるでしょうか。いろいろと混乱が生まれると思いますね。あの人は言うこととやることと違うからなとかね、約束守ってくれるかなっていうことではね、安心して生活ができません。約束を守ることの大切さということをね、今日もこの後絵本を読みますので、しっかり聞いて考えてみてください。そして皆さんもしっかり約束の守れる信用のある人になってください。以上です。七田の質問。大きくなったら何になりたいですか？お医者さんです。横綱になりたい。忍者。できるよ絶対、なれるよきっと、七田ですくすく夢育て、君の可能性は無限大。60年のメソッドが世界中で進化する七田式教室。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、指切りギャンマン。ブンちゃんはおばあちゃんの家が大好き。だって探検にぴったりなんですもの。部屋がたくさんあって、不思議な壺や絵がいっぱい。中には夜みたいに暗くて怖い部屋もあるけれど、一日中遊んでいられます。中でも文ちゃんが気になっているのはこの大きな箱です。文ちゃん、この箱には大切なものがしまってあるから、絶対に開けちゃダメよ。約束できる？うん、わかった。約束する。おばあちゃんと指切りげんまん。指切りげんまん、嘘ついたら針千本飲ます。指切った。でも本当は文ちゃんは箱のことが気になって仕方がないのです。ちょっと見るだけですぐ元に戻せばわからないよね。ちょっとだけ見ちゃおう。あ、
うんちゃんいけないんだ。おばあちゃんと約束したのに箱を開けちゃった。わー、気がつくと文ちゃんは野原に立っていました。でもよく見ると何か変です。変な形の花が咲いているし、空の色は緑色。なんだか別の世界に来ちゃったみたい。せっかくだからちょっと探検してみよう。のんきな文ちゃんです。文ちゃんが変わった形の不思議な色をした虫や花を見ていると、くんくん、なんだか人間のうまそうな匂いがするな。もじゃもじゃのモンスターがやってきました。そんなはずはないだろう。だって人間の世界への入り口は閉じたままなんだから。そうか、あの箱はモンスターの世界への入り口だったんだ。どうしよう、見つかったらきっと食べられちゃう。ブンちゃんはドキドキしながらモンスターたちに見つからないように隠れてじっとしていました。ふう、やっとどこかに行ってくれた。早く家に帰らなきゃ。でもどうやって帰ったらいいんだろう。ブンちゃんが途方に暮れていると後ろから誰かが話しかけます。君は人間の男の子だね。ブンちゃんが恐る恐る振り向くと、そこには緑色のもじゃもじゃモンスターが立っていました。キャー、君はどうしてこの世界にいるの。もじゃもじゃモンスターは不思議そうな顔でブンちゃんに聞きます。どうやら優しいモンスターのようです。おばあちゃんの家にあった箱を開けたらここに来てしまったんだ。なるほど、その箱がこの世界の入り口だったというわけだ。ふーん、じゃあ僕が君を元の世界に戻してあげるよ。え、本当？でも一つ条件がある。この世界に来たことを誰にも言わないって約束してほしい。守れるか？わかった、僕絶対約束を守る。もじゃもじゃモンスターとブンちゃんが指切りげんまん。指切りげんまん、嘘ついたら針千本のます。指切った。指切りが終わったと思った時には、ブンちゃんはおばあちゃんの家の前に立っていました。ブンちゃん、ブンちゃん。家の中からおばあちゃんの声が聞こえてきます。はーい。ブンちゃん、やっと見つけた。おやつも食べずにどこに行ってたの。ちょっと探検してたの。さあもう晩ご飯の時間よ。ブンちゃんは緑色のモンスターと約束をしたので、不思議な世界のことは誰にも言いません。あれは夢だったのかな。ブンちゃんがそう思った時、ポケットの中から何かがはらりと落ちました。やっぱり夢じゃなかったんだ。ブンちゃんは不思議に光る花びらを拾い上げて、大事に大事にポケットにしまいました。おしまい。みんなで元気ズ。はい、みんなで元気ズのコーナーです。はい、このコーナーでは、お家やお外で楽しめる遊びを紹介していきます。はい、のりのり先生です。のりのり先生、みぞ先生です。チーム元気ズでーす。いやー、みぞ先生、いやのりのり先生、今日はね、ちょっとこんなものを使って遊んでみようと思います。こんなもの、じゃんじゃじゃーん。どんなもの？お、はい、お、ペットボトル。ペットボトルって書いてますよ、ね、あ、ペットボトルだね、はい、じゃあね、お家に
あるね、ペットボトルとか、うん、まあ、例えば牛乳パックとか、うん、ね、そういうあのぺちゃんこになってもね困らないもので今日は遊んでみましょう、ね、さあどんな遊びをね、はい、今日はペットボトルにするんでしょうか。今日はねこれを下に置いてですね、下に置いて、はい、うん、じゃあジャンプをしていきます。ジャンプ、はい、今日は飛び越し遊びです。お、飛び越し、飛び越し遊び、ジョー一回やるし見といてね。お、はい、ちょっと見てみよう。じゃあ行くよ。はい、よっこいしょ。おいまず、まず最初は、うん、またぐ、なるほど、ね、とこからやってみよう。じゃあついてきてね。よし、はい、よっこいしょ。はい、よっこいしょ。これ簡単ですね、はい、ね、ちっちゃいお友達ね、1歳、2歳のお友達でもこれだったらできますね。確かにこれだと安心だね。そうだね。はい、じゃあ次ちょっと難しくなるよ。ん、はい、どんなんだろう。次はよいしょ、おー、こんな風にジャンプをしてみましょう。よし、じゃあちょっと水戸先生も行っていいかな。どうぞ。よいしょ、ナイスじゃん。よし、イエーイ、イエーイはい、こんな感じで飛んでいきます。で、ここまでは小さいお友達でも楽しめるかなと思います。ん、はい、じゃあ次ちょっと難しくなるよ。ちょっと難しくなる、どうなんだろう、はい、次はよく見ててね。ん、足を揃えて、揃えて、よいしょ、おお、できた。なるほど。はい、グーでジャンプをします。よし、じゃあちょっと、はい、先生もやってみようかな。先生もやってみて。よし、足をグーにして、はい、せーの、ジャンプ、よいしょ、おお、見事。よし、はい、この両足をね揃えてジャンプ、うん、ね、なかなか難しいのでね、水戸先生もちょっともう一回チャレンジしてみましょう。はい、よし、ありがとう。はい、せーの、よいしょ、オッケー。はい、もしね、この両足のジャンプが難しいお友達は、うん、お家の人とね、こんな風に遊んでみてください。お家の人と、え、ちょっとできないの？なかなか両足ジャンプができないよ。じゃあ、お父さんとやってみよう。はい、一緒に飛ぶよーって、よっ、はい、ぴょん、はい、見て、まねっこしてごらん。ここな、ぴょん、そうそうそう、はい、ぴょん、もっと高く、よいしょ、ほいー、おー、あれ一人で飛んでるね、こんな風に一緒に手をつないでやってみたら上手になってきます。なるほど、ね、はい、ジョー、ちょっとこんなの簡単っていうお友達もいるかもしれないので、あ、絶対ね、テレビの前のお友達もいると思うよ、ね、うん、よし、じゃあちょっと難しくするぞ。どうなんやろ、はい、次はほっはい、タフテーになります。高くなったね、これ高くなりましたね。はい、これをまず最初は、うん、パー、おー足を開いて飛んでみよう。なるほど、今度はパーでジャンプするんだね。はい、絶対蹴らないでよ。まあ、大丈夫だよ、もうこんなんなっても、はい、よし、せーの、おー、よいしょ、ぐしゃって言ったし、ああ、大丈夫、ペットボトルだからね、もうこれは、ね、想像以上にへこみましたねペットボトルだから大丈夫だよ、これぐらいね。はい、こんな風にならないようにみんな、行くよ、はー、こんな形の、せーの、よいしょオッケー、次はいけたね。もう大丈夫、へっちゃらだよ、はい、じゃあ、で、これができたら最後はこんな風に、ん、うっとー、おー、高いジャンプ。なるほど、パーじゃなくてグーでジャンプ、ね、グーでジャンプ、よし、任せろ、高いジャンプするぞ、せーの、ほっ、よいしょ、すごいね。はい、ね、こんな風にジャンプをね、いろんなね、高さとかね、でやってみると、上手になってきます。なるほど、はい、うん、あの小さいお友達はね、さっきやったお家の人と手をつないでジャンプをしたりね、してからやってみたらどうでしょうか、ね、はい、じゃあこの後は解説です。解説です、シュン、はい、解説です。今日は飛び越し遊びをしました。ペットボトルを使ってまずは、またぐ、ね、ところから始めて、ジャンプをしたり、両足を揃えてジャンプというようにだんだんと、難しくなっていきました。この今日のねやった飛び越し遊びは、もう1歳代からね、もう小学生、ね、まで、楽しめる遊びになってます。なので、年齢に応じてね、段階分けて楽しんでもらえたらなと思います、ね、小さいお子さんはまずはまたぐ、ね、手をつないでまたぐでもいいですし、ね、大きいお友達だったら回転しながら飛び越すような、ね、遊びにどんどんと発展していってください。はい、じゃあ、この遊びをする中で多分つまずきが多いのが両足、ね、飛びだと思います。
ね、両足跳びがね、あのつまずきが多い原因としては膝の屈伸ができないお友達がね、よくいることです。あとはね、膝のね、曲げた膝の力をジャンプのね、力にスムーズにね、移せないお友達が多く見られます。ですので今日の動画のように、親子で手をつないで一緒に飛ぶよってね、そうすることで、子供たちとっても上手になっていきます。これにはメリットが3つあります。まず親と一緒にやって見ることでね、膝を柔らかく使うイメージをすることができます。そして2つ目は手をつなぐことでこの膝を曲げるタイミングをね、体で掴むことができます。そして3つ目です。3つ目は親と手をつないでジャンプする、これが嬉しくない、ね、子供はいないということです、ね、一緒に手をつないでやろうって言ったら、ね、子供たちは絶対嬉しいですね、ね、なので、練習っていう雰囲気じゃなく、ね、親子で一緒に遊ぶっていう、ね、そういう楽しいところからそういった運動能力も、ね、高めていける遊びではないかなと思います。またお家でもやってみてください。それではまた。みんなこんにちは、すみれ先生だよ、よろしくね。まずは世界地理カードを見てみよう。このカードは世界の国の形のカードだよ。カードと一緒に世界地図が出てくるからどこにその国があるのか見てみてね。じゃあ行くよ。まずは北アメリカの国、これはグアテマラ。グアテマラはここにあるよ。これはニカラグア。ニカラグアはここにあるよ。これはパナマ。パナマはここにあるよ。じゃあこれから問題を出すよ。真ん中の国はどこだったかな？正解はニカラグアでした。次はアフリカの国を見てみよう。これはタンザニア。タンザニアはここにあるよ。これはエチオピア。エチオピアはここにあるよ。これはスーダン。スーダンはここにあるよ。じゃあこれから問題を出すよ。一番左の国はどこだったかな？正解はタンザニアでした。みんなわかったかな？面白かったね。次は絵描き歌をしてみよう。今日のテーマはトンボだよ。歌に合わせてトンボの絵を描いていくよ。みんなも紙と鉛筆を用意して一緒に描いてみよう。準備はいいかな？じゃあ始めるよ。お団子2つありました。黒ごま上に乗っけたら、長い芋虫やってきて、お団子お団子食べたいな、私も一緒に食べたいな、またまた親子がやってきて、みんな揃ってトンボになった。上手に描けたかな？こんな風に描いたトンボに色を塗ってみるといいね。他にもいろいろな大きさで描いてみたり、向きを変えたりしてみて描いてみると面白いよ。できた絵はお家に飾ってもらってね。
最後は歌の時間だよ。みんなは昆虫は好きかな？暖かくなってくると昆虫が たくさん出てくるよ。みんなの周りにはどんな昆虫がいるかな？探してみてね。今日はポテトキッズ6月号の知識を育てる歌から昆虫を聞いてみよう。昆虫。頭、胸、腹、体が3つに分かれてて、足が6本、それが昆虫。頭には2本の触角と2つの大きな複眼、足と羽は胸から出てる。このコーナーはこれでおしまいだよ。すみれ先生でした。七段の質問。大きくなったら何になりたいですか？看護師さん。幼稚園の先生。滑れない。できるよ絶対。なれるよきっと。七段ですくすく夢育て。君の可能性は無限大。60年のメソッドが世界中で進化する七田式教室。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。次は体操の時間だよ。体操の時間だよ。ゴーゴー元気ズっていう体操を今から踊ります。テレビの前のみんなにも声を出してもらうところがあります。みんなで一緒にやってみましょう。やってみよう。まず一つ目はゴーゴーゴー元気ズ、ヘイ。みんなで元気よくヘイって言ってみよう。そして2つ目は Go, oh, go, oh, 元気ズ、フー。次はフーって言ってみよう。そして3つ目は数を数えます。みんなで1、2、3、4。こんな風に声を大きく出してみんなで元気に踊ってみましょう。それではミュージックスタート。Cool now.
まればゴーゴー元気楽しくなる、この指とおまねでもお腹甘さ、得意でも苦手でも関係ないさ、走って転んでつまずいてへこたれても僕らの合言葉今叫ぼう、ゴーゴー元気みんな集まれ、楽しくなる、 Go Go 元気、hey! 遊びは魔法さ、 Go Go 元気、hey! いつの日にもどんな時も笑顔に、楽しかったかな、またお家を外で遊んでみてね、はい、指切り現場また来週も見てね、じゃあまたね。子育てワンポイントアドバイスの時間です。今週から新しいシリーズが始まります。成功する子供に育てるための7つのポイント、これをお伝えしていきましょう。今週はその1、情報力豊かな子どもに育てるということです。情報を取るといってもですね、テレビやコンピューターなどから取るということではなく、やはり、読書習慣をして、本の中から情報を取ることができる子どもに育ててあげてください。この、ポイント1は、言い換えるとですね、よく本を読む子に育てると言い換えても良いかもしれません。成功する子供に育ててあげましょう。